ハリー・ワーナーは映画会社、ワーナー・ブラザースの設立者の一人、ロシア帝国領、ポーランドクラスのシェルツ村で生まれた。靴屋、商人であった父ベンヤミン・ワルナーは、東欧系ユダヤ人で、1876年にペルル、レア、アイヒエルバウムと結婚し、3人の子を設けた。その一人、ヒルジュ・アイヒエルバウムとして、ロシア領ポーランドのイディッシュ語を話す環境に生まれた。 その兄弟の一人は4歳で死因だが、1890年に、両親及び生き残った妹アンナと共に、ドイツハンブルクからカナダに渡航。その後、米国、ボルチモア市に移住。オハイオ州ヤングスタウンに移住した際、ワーナーに生を変える。後に生まれた兄弟、アルバート、サム、ジャックと共に1923年、ワーナーブラザースを設立。 アメリカに陶器映画時代をもたらした。1958年にハリウッドにて亡くなったが、その功績を称えて、ハリウッドウォークオブフェームに彼の名にちなんだ星がある。ありがとうございます。